はい、こんにちは、テニスライズの河合です。今回は、ちょっと、趣旨を変えてですね、質問があったので、そちらにお答えをしていきたいと思います。自己満足のテニスを、してはいけないということはどういうことですかというご質問をいただいたんですが、自己満足のテニスという定義ですね、まあ、僕なりの定義を紹介をしていきたいと思います。自己満足にならないためには、要は自己満足のテニスから抜け出すというちょっと、まあタイトルですね、をちょっと付けさせてもらいましたけども、要はそもそも自己満足のテニスというのはどういうことかということですね。まあ大体こうイメージとしては、勝手にこう打って、ミスが多くて、それで、ラリーが続かないとか、要は入って一発で決まるんだけれどもミスが多いとか、そういうことが、自己満足のテニスということになるかと思いますけれども、テニスというのは、やはりボールが入らないことには競技の場としてもですね、ラリーをするにしても有効ではないわけですね。でその有効だ、要はどういうのが有効かということにちょっと話をしたいんですけれども、有効だの要素というのがあって、まずやはりボールが入る確率ですね。このボールの入る確率というのが一つ要素としてあります。もう一つはそのボールの威力ですね。そのボールの威力がどれぐらいあるのかで、それにた、それと要は相手のダメージ、そのボールがどれぐらい相手にダメージがあるかという、3つの要素がミックスされて有効打に、どれぐらいになってるかということになります。で、この確率、まずは確率がですね、例えば8割、8割の確率で威力が、まあ5割ぐらいのショットがあるとします。それで相手へのダメージがだいたい6ぐらい、10を基準としてですね、10がマックスとして、あるとして、だいたいこうかけていくと、まあイメージですよ、240あるとします。でこれが例えば確率がその半分ぐらいしかなくて、でも威力はあるんだけれども相手のダメージもあるとしても、ここで確率が半分しかなければ、この上の威力が少し少ない場合、相手のダメージも少ない場合でもこっちの方が下回ってしまうわけですね。これがもっと極端に言えば確率が3割とか落ちてしまってもここはもっとどんどん減っていってきてしまいます。なので自分がどれぐらいの確率でどれぐらいの威力がその時に出せて、相手がどれぐらいダメージを負いそうかというものを常にちょっと頭の中でイメージをしてボールのショットを選ぶということですね。これはまあその場その場でパッと浮かぶこともありますし、後になってそういう振り返りをしてあげることで、その有効打というのを増やしていくというイメージをつけてあげると、実際のラリーとか、試合ですね、試合に対して、有効に自分のボールがどういうのが有効でどういう場面で、自己満足になってしまったかということが分かるようになってきます。でこれはまあ、一つの例で掛け算をしてますけれども、この3つの要素が必ず絡んでくるという意識を持って、練習を繰り返してみてください。例えば確率を上げる練習をする、この一つが、大きくなればそれだけ掛け算も大きくなりますし、威力を増す練習で、この相手のダメージというのはやはり確率と威力の中で相手へのダメージになってきますので、ここは相乗の中での掛け算にはなるんですけれども、この3つの要素、要は確率が良くても威力がなければ相手にダメージは少ないわけですね。確率がちょっと低くなっちゃっても威力を出せれば相手へのダメージは
出るんですけども、ここで考えなきゃいけないのは、確率が低くて威力があっても、確率が低くて入る確率が低くなることでダメージもそれだけ低くなるわけですね。なのでここの、バランスですね、バランスをしっかりと取ってあげてショットを、練習したりチョイスをしたりということが実際のラリーとか試合の中ではすごく重要になるわけです。なので例えばここで一発打てば決まりそうなんだけれどもミスをする確率が半分ぐらいあると思ったら、そこでもう一段階確率を上げて威力を落とすことによって、相手へのダメージはちょっと下がるけどより優位に立った状態のままラリーを続けられるということも考えられますし、もし自分がもう決めきるつもりで打つことをチョイスしてあげれば確率が下がってもそこでもし、入ればダメージが大きくなるので、そういう考え方を常にしてあげることでボールのチョイスを自分なりの、パターンですねが作れるようになってきます。こういうイメージをしてあげることが自分の、プレースタイルですね、プレースタイルが確立してくるようになってきますので、そこをちょっと練習をする中で、イメージをしながら練習してみてください。